はい、こんにちは、新庄です。井出です。ということで、今回は今までで一番ムカついた看護師エピソードを募集させていただきました。はい。数々来ていましたよ。多かったですね。やっぱりね、2024年になりまして、新年ということで、ムカついた気持ちっていうのはね、すっきりしてから、新しい1年を迎えたいなということで、今回我々、ナスメンチャンネルが皆さんの怨念をしっかり成仏させていただきたいと思います。ということです。任せてください。ということで、看護師たるものありますよ。本当に一つや二つ。いや、もう数え出したらもうキリありません。キリないですわ。ゆうくん、どうですか？働いていてムカついたことありますか？いや、もうめちゃくちゃありますよ。まあ中でもね、これもうめっちゃムカついたなーっていうのが一個あって、もうね、腹渡が煮えくり返るよ。なんでしょうか。もう自分をこう抑えるのにもう必死になって、もう、相当ムカついたんだね。それね、その時のことお前。相当イラついちゃってるよ。俺、未だに許してねえからな、あれ。何なんだろう。早く言ってください。怒りすぎて内容が全然出てこないですよ。透析ですね。まあ、病棟に僕勤務していまして、まあ、透析室に、まあ、朝一で患者さんを連れていくっていうね、業務があるんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、透析室の看護師さんに今申し送りをするわけじゃないですか。まあ、今日のバイタルとか、まあ、いろいろ申し送るんですけれども、まあ、僕結構久しぶりのその透析出しになったんですね。まあ、半年ぶりぐらいの感じだったんで、バイタルとかいろいろ送った後に、あれ、あと何送ればいいんだっけとふとド忘れしてしまったというか、でその申し送ってる相手の態度が前段階からなんとなくこう聞いてる態度が良くないなっていうのがあってわかりますよね、そういうのは。この人まあなんとなくちょっと嫌な人だなって思ってたんですけど、何送ればいいか分かんなくなっちゃったから、とりあえず聞いてみたんですよね。あと何を言えばいいですかねって聞いたら、そこでガッとこうスイッチが入ったのが、え、なんで私がそんなことあなたに教えなきゃいけないんですかってグーって入ってきて、うわ始まったと思って、これはもうそっからもうね、私あなたの指導してる暇ないんですけどみたいな、これからね朝一でどんどん患者さん来るのに、え、あなたの指導して、時間はそんなないですよみたいな、ぐわーって言い出して、いや、そんなこと言ってる暇あるんだったらさ、みたいな感じで、確かに、もう言ってくれればいいのにね。まあでも悪いのはこっちか、あ、すいません、みたいな。じゃあ、あと何を言えばいいですかつって聞いたら、いや、もう別にもうないですけど、みたいな。いや、ないんだったら先に、もう最初にそれ言えば解決じゃん、みたいな感じで、もう、うーんってなって、もうその時点で腹がぐわーなって、いや、ついてますね。手ブルブル震えながら、わかりました、すいませんでした、みたいな。戻ってってこうブルブルやからもう怒りがどうしても収まんないから、その後エレベーターのボタンをパチーンって強く押して手の皮がむけるっていう、そんなエピソードがありましたね。まあ確かにムカつきますけど、物に当たるのは良くないですよね。良くないですよ、良くない、本当に良くないんですけど、エレベーターさんに発散しなければちょっとどうなってたかわからないというような状況だったので、これはありますね。正直1回や2回っていう話じゃすみませんよ。本当にこれはちょっと反感を買うかもしれないんですけども、そう透析室の看護師さんっていうのはちょっと一癖や二癖ある方が多いんじゃないかなと、ナスメン調べですけども、そうですね、総勢2名にね調査を行った結果、まあそういった結果が出てしまったというあると答えがありましたので、もちろんいい人もねいますけれどもね、そういったエビデンスもまあ出ていると、あといったエピソードがございますけれども、まあ基本的にね、こう合理性よりも自分の感情を優先しちゃってる人っていうのはね、まあ多いですけど、まあやっぱりそういう人ムカつきますよね。特にさ、病棟が違うわけじゃん。そこはもうちょっと丁寧に対応しようとかさ、そういう気持ちを持ってほしいよね。そうですね、お互い様じゃんっていうところなんでね、僕はそんなところですけど、新庄君もあったんじゃないですか、きっと。そこまでイラついたことってあったかなと、全国の皆さんにね、こうこんなことありましたなんていうことは僕はあんまりなかったかなっていうような覚えが。看護師やってた？本当に？もちろんやってましたよ。もちろんやってました。看護師やってる以上さ、そんなことないでしょ。だって脳髄に刻み込まれてるでしょ、ムカついた記憶っていうのは。いやいや、でもね、そんなに、いやいやいや、だってありえないよ。だって必ずさ、各職場にさ一人は配置されてるじゃん。もうめっちゃムカつく看護師が、もうそれはもう厚生労働省で決められてるレベルでもう定められてんだから。あ、そうなの？各病棟に一人はムカつく看護師を配置しましょうって、もう厚生労働省が決めてんだから。あ、そうなの？じゃないと辻褄合わないぐらいいるんだから。まあ確かにね、ありえない。絶対いました。このね確率で配置されてるとありえない。絶対いる。まあ30対1ぐらいの割合で配置されてるのかな。いるんだから、もうこれはね国が指定してる。なるほどね。まあ確かにそういう看護師はいました。けどまあ僕自身、まあいろいろ言われたこともありますけど、心に刻むほどムカついたってことは正直なかった。相当運が良かったというか。まあこう嫌なことは忘れる体質ですので。だいぶハッピーな脳をしてるというか、鳥さんだ。脳みそこんなちっちゃいんじゃないですか。鳥さんだ。新庄君体重軽いですからね。そこでじゃあ鳥だとはなりませんよ。それは違いますよ。まあじゃあいい看護師人生だったんですね。まあそうね、そこまでこうストレスをためずに来れたかなと。まあそんなところで、はい、ムカつくエピソードっていうのはね、やっぱ多々あると思います。なので今回皆さんのエピソードを一緒に見てしっかり成仏させていきたいと思いますので、早速読んでいきましょう。はい、まず1つ目、挨拶無視、シンプルイズベスト。ベストワーストだな、これは。まあ、これはもう、本当看護師の基礎中の基礎というか、看護師をやっていく上で、これを通らずして看護師にはなれないよね。そうだね。うん。まあ、学生時代からもそうだし、まあ、新人時代もね。大体新人にはね、それなりに優しくしてくれるみたいな人も多いんですけど、必ず一人は新人にこう制裁を与える係っていうのが、まあそれも配置されてるのかな。それもそうですね、きっと。じゃないとついつま合わない。まあ新人を優しくする係と、新人を無視する係と、新人をいじめる係と、ちゃんとまあ一人ずつ配置されてるのかもしれないね。これはもう当たり前すぎて、正直ムカつくとかではないよね。そうだね。もういて当たり前だから、ああそうなんですね。あ、それね。あ、その人なんだっていう。ってなる感じだからね。まあでもやっぱね、挨拶ぐらいしろよって思いますけどね。まあ人としてダメです。そうですね。いくら看護師として素晴らしくても人としてダメなので、こういう人は無視しましょう。憎しみの連鎖だ。ダメだね。よくないな。素晴らしい挨拶で返しましょう。そうですね。じゃあ次、先輩変わりますって言って大丈夫だよって言われた時、引き下がらず粘り続けろって怒られた時。それは怒ることじゃないよね、別に。そうだね。お前何や引き下がれよみたいな。どっちやねんって話よ。最後なんか残ってる仕事とかないですかってお伺いして、あ、大丈夫だよみたいな。よく見る光景ですけど、そこでいやなんかあるんじゃないですかっていうことだよね。簡単に引き下がるなってことだよね。それやられても大丈夫だよって言われたらそう思っちゃうじゃんね。引き下がるのも引き下がるので、ちょっとなんだこいつってなりそうだし。確かにね。普通やらないけどね。変な人だね。それをやれよって言うんだから。変だな。ムカつくというか、変だな。変な人だな。変な人だな。次行きましょう。次行きましょう。はい、じゃあ次が、自分たちは平気で待たせるくせに、遅れてオペ出しをすると、切れてくるオペ室看護師。かっこ特におばちゃんに多い。まあ、オペ室看護師さんもね、そうですね。なかなか一癖二癖ありますよね。まあ、さっきね、透析室のね、看護師さんがどうこうって言いましたけれども、まあ、オペ室の看護師さんも、なかなか、そうですね。これまた多いと。過去にね、そういった動画も上げてはいますけども、まあ、ナスメン調べですよ。そうですよ。本当にナスメン調べでしかないんですけども、一応、まあ、100% という数字が出ています。そうです。はい。そうです。狭い界隈ですけれども、調査を行ってますが、まあ、そうなんですよね。本当にね、いいオペ室の人もいますし、全員がとは言わないんですけども、オペ室の看護師さんもいっぱいいますしね、その中に一人、2人はいてもしょうがないですよね。これも決まりで多分配置されるようになってるのかな。もちろんそうですよ。あ、そうなんだ。オペ室の人が見たらね、いや何言ってんだと、そんなことねえぞというかもしれませんけれども、確率の問題ですよね。そういった思いをする人が非常に多いので、こういう印象になってしまっていると。ただこれ僕の持論としては、そういうコメントをこういうね、オペ室多いっつった時に、僕がオペ室側だったら、そんなことないって怒る人は多分そっちの毛がある人。ああ、なるほどね。僕だったら多分いるよねって思うんですよ。あ、確かにそうだね。病棟側としても、まあ、いるいるって思うし、いやオペ室の方がとか言い返す人はちょっと怪しいんじゃないかな。ちょっと図星というか刺さっちゃってるって感じ、ね、反感したくなっちゃってるっていうところはね、自分にもそういうね節がねあると思うので、あながち間違ってないんじゃないかと。大丈夫かな。大丈夫かな。やばいな、燃えそうだな。でもその過去上げたオペ室の動画も、やっぱりそういうコメントは見られたじゃないですか。あったね、そうじゃねえぞみたいなのはありましたけど、それを言ってるこの人どうなのかなって思っちゃうところがありますので、それをさ、こうやんわりとね、いやオペ室そんな人ばっかりじゃないですよっていうなら話も、いやだったら病棟もこうじゃんみたいなことまで付け足しちゃってると、これはかなりこの人怪しいなっていう感じがしちゃいますよね。ちょっとここら辺までにしときますから。そうですね、あまり言い過ぎるとちょっと燃えますので、はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次が、表面ではニコニコして優しいと思ってたおばさん看護師が、実は裏ですごい悪口を言っていた。いやー、これもね、これを見つけた時やっぱ結構切ないというか、本当人間不信になりますよね。僕も最初入った時は結構よくしてもらった先輩とかに急に無視されるようになっちゃったりとかっていう経験がね、あったんですよね。だからどうせまたプリプリしてたんじゃないんですか。僕がですか。そうです。血圧結構プリプリしてますけどねそんなに僕は態度には出さないタイプなんですけれども。ですかね、うん、急にねそういうことがあって、まあ、相手にとって何か僕がこう気に障るようなことをしてしまったのではないかというのはあるんですけど、ね、無視されたりとかって急にこう印象がグッて変わっちゃうのは結構ショックというか怖いよね、うん、つい最近までね仲良く話してた人がいきなり「えなんかした?」って本当にびっくりしちゃいますよね。こういう人だったんだって結構悲しい気持ちになっちゃうので、うん、怖いです、まあ、そういう人もいると、まあ、あまり気にせずいきましょう。そうです、はい、じゃあ次。とある年上新人を指導している時、送りや知識面で指導していた時に話をしているのにこちらの方を向かずにひたすらパソコンを打ち続け、聞いてるって聞いたらこっちを別に聞いてますけどって言われた時、必死でこらえて同期によく耐えましたねって言われた時、なるほど、本当にブチ切れそうでした。まあこれ年上っていうところがね、まあプライドがあるんでしょうね。まあでも新人は新人ですからね、ちゃんとまあ教えは聞くべきだし、僕らって転職してるじゃないですか。転職先では一応まあ看護師経験は上だけど、年下の子にこれってどういうことですかって聞いたりしなきゃいけない場面ってあるじゃないですか。だからこの気持ちちょっと分かるというか、まあ看護師3年やって転職したんで4年目で違う病院に行ったんですよ。でまあ行った先の、まあ、2年目の子がちょっとタメ口を使ってきて、ああまあ教える側がその感じはちょっとやばい、ね、まあ僕もね全然いいですよって感じなんだけど、まあちょっとうんとはなるじゃん、そうだね。そっか、許しませんよ。あんじゃん、あんじゃん。あった。今これを読んでて思い出した。ああ、でも確かにこれはちょっとわかる。でも別にそんな態度にも出さないし、その無視したりとかはないけど、でもね、ちゃんとこう線は引かないといけないよね。上下ね、いろいろな上下があるじゃないですか。経験年数とか年齢とか、うまく立ち回らないとお互い嫌な思いをしちゃうっていう。でしかもこの人って新人でしょ。年上だけどやっぱ新人だから。その仕事のことはねやっぱちゃんと聞かなきゃいけないし、うん、僕もね転職経験がありますから、うん、ちょっとそういうところはありましたよあれ年下すげえ生きてくんだみたいなあるね、うん、まあ時はありますけど、あまり大きな声では言いませんけども、うん、まあでもこっちもさ教わる部分も結構あるから、うん、まあ下手に出てた方が、ね、得する部分もあるし、こっちが逆に生きって全然分かってなかったら恥ずかしいし、うん、ね、教えてもらうところはしっかり教えてもらわないと長い目で見た時にね困りますからね、うん、やっぱ下手に出るところは出た方がいいよっていうのはありますよね。まあ本当年は関係ないからね。まあこんなこと言ってますけど、まあいろいろ言ってるけどね。だからちゃんと教えてくれる人にはそれなりの態度でやるっていうのが必要だと思うんで、教える側もね、まああまりイキりすぎずに行きましょうかと。相手の方を見ずにね、こうやって聞いてられたらそれはまあムカつきますよ。それはムカつくよ。すっごい嫌だ。みんな気をつけましょう。はい、はい、次が ICU 配属1年目の頃、何度も声をかけても申し送りを1時間聞いてもらえず無視され続けて、いよいよ言われたのが「いつになったら申し遅れるの?」でした。1分1秒を争う現場にはいますよね、こういう看護師。これもね本当にあるあるですよね。申し送りを聞いてもらえないと、で聞いてもらえないと思ったらいつになったら来るのと、お前が無視しとったんやんけみたいなねテンプレートだよねこれは。本当にここまでセットですからね。これもあれかな、一部の層にはちゃんと指導されてるのかな。看護技術の基礎看護技術としてあるのかもしれないね。申し送りを1時間無視してそれについて怒るっていうテンプレート化されてるのかね、やっぱり。じゃないとおかしいもん、こんなみんなが経験するなんておかしいもんね。全国津々浦々ね同じ経験をした人がいるってことはやっぱりそういう教材があるとしか思えないよね。一定年数超えたらそういうのを学んでいきましょうっていうのはあるかもしれないよね。そういうコースがねあるのかもしれない。日本看護協会でそういう研修が開催されてるのかな。どんな研修だよ新人いじめ研修が嫌だな。まあこういうやつはね必ずいます。あまり気にせずいるもんだと思ってね、自分の信頼できる人にこう相談してやっていきましょう。こういう人にね乱されずに、自分のやるべきことをやればね、そうです大丈夫ですから。はい、はい、じゃあ次。新人の時、カルテの記入の間違いをよく確認もせずに怒鳴ってカルテをぶん投げられたこと、結局違う人が書いていた。新人のいるところで新人いじめるの面白いわーという人、教えてもらおうとついていけば舌打ちをされ、ついてくるなと言われ、ついていかなければそれはそれで怒られる。新人の時は右も左もわからないのでムカつくやら怖いやらでした。これもムカつきますね、うん、よく確認せずに怒る人も結構いるよね。うん、決めつけてね。うん、でなんかこっちが口を挟む間もなく、うん、なんかねバーってまくしたてて、で最後に「いや僕じゃないです」みたいな訂正すると「ああそう」大坪ネルソンですね。本当に綺麗な大坪ネルソンですね。これがねフィクションじゃないっていうのがね、うん、すごいところでし、物投げる人ね、これいるよな。まあ看護師に限らず先生とかでもね、うん、まあこのご時世どうなのかわかんないですけど、うん、ちょっと前はね結構平気でいましたよね。音立てる系ね、うん、バサッて嫌だね、うん、そういう威圧の仕方をねどこで学んでくるのか知りませんけれども、うん、やるんですよ。いいことないのにね。本当にいいことないってもね、そんなだって一緒に働く人にそんなことしてさ、うん、いいことってある？自分のストレス発散でしかないよね。何十年も生きてきてさ、そういう感情を抑えるということもねできないなんて恥ずかしいよ。恥ずかしいです、うん、僕はエレベーターでね発散しましたけれども、それはダメですね。物に発散するのは良くないですけど、うん、発散するっていうのも大事ですけど、まあ、そういうのをきれいに聞き流す、能力を身につける方が大切なんじゃないですかね。いちいち気にしてたらね本当に持たないですから。そうですね、はい、まあ、こういう人が絶対間違ってるので、うん、そうですね、大丈夫です。自分は正しいぞと、はい、そういう気持ちで思いましょう。はい、はい、じゃあ次が、何十人とおむつ交換があるのに最後の2人ぐらいになって「いやいや悪い悪い」と悪気なく来るベテラン看護師、過去今週の出来事。直近でこれ確信犯ですね。はい、いるんだよな本当に。バレないとでも思ってるのか。お前絶対狙ってきてるやみたいな、まあ、気持ちはわかる、まあね、気持ちはわかるんですけど、これはだってさみんなで協力しなきゃいけないことじゃん。本当にね、あとさこうみんなでおむつ交換回ってる時になんかそれらしい話をさ急にこうナースステーションとかでしだすやつ、うん、なんか市長とかとこう真剣にこう喋ってますみたいな「いやそれ今話すことじゃねえだろ」みたいな話をしてこうなんか絶妙におむつ交換を回避するやつみたいな。いるね、うん、ちょっと嫌なケアとかはねそう他の仕事してる風な感じでやらないっていう。これはもう「お前分かってるよこっちは」みたいな。だから俺らがムカついてたから菩薩のような瞳で続いていきましょう。若い子ばかりと休憩に入りたがる中年独身男性看護師。自分が知識もあってお気に入りの子をひいきして慕われていると勘違いしてて痛かった。知識は本物だったのにもったいないと思いました。キモすぎー。もう仏終わったわ。早いな早いな。でもこれはちょっと気持ち悪いな、うん、なるほどね。若い子と親しくなりたい中年の男性看護師、嫌だね、まあこうはなりたくないですよね。そうだね、確かにそういう中年男性看護師っていうのは知識もあるんですよ。そうあるね、うん、なんでそんなこと知ってんだろうってことも知ってるよね。うんちく語るしね。だからそれをねうまく活用すればすごいね周りから慕われるいい看護師なのに、うん、自分のお気に入りとか作ってひいきにしちゃうとかっていうのはダメだよね。ちゃんとね自分の知識をもうしっかり平等に還元しなきゃよくないですよ。もったいないもったいない。何のために知識つけてんだってなりますからね。若い子に気に入られるためにつけた知識ですかそれは、うん、結果的にその若い子もそういうのって感じ取るから、うん、周りに嫌われてる人に教えてもらいたくないだろうしね。ひもがられてるだけですからつけましょう。怖かったね。怖かった。大丈夫。こっちが気まずい中年看護師になってる。やばい。気をつけましょう。次行きます。新人看護師2、3ヶ月の頃、間違えて点滴を余分に開けてしまった。初めての失敗でどうしたらいいかを知りたくて報告したが、主任は知らない、そんなことありえないと逃げ回って教えてくれなかった。彼女は何でも完璧にこなす人だったけれど、教えてもらえず途方に暮れたよね。なるほど。これはまあ主任さんか、うん、完璧にこなすっていうのはそういう自分のわからないこととか苦手なことを全くやらなかったから完璧にこなせてたのかもしれないね。それ以外のことを分かることは完璧にこなしてたってことだろうね、かもしれないこの流れだと、うん、まあそうだね。こう完璧にこなしてるね信頼してる主任さんに報告してそんな態度を取られるっていうのは、ね、今後のこの人のね看護師人生に暗い影を落とす可能性もありますから。そうだね、うん、特にこれ管理者の方はね注意してもらいたいですね、うん、あなたのこう接し方一つでそうだね新人の子たちっていうのはね今後の看護師こうどう生きていくかっていうのがね、結構大きく変わったりするんで、最初の病棟ですっごい嫌な思いした子はさ、もう病棟行きたくないとかっていうこともあるじゃん。で実際そういう人もいるし、管理者だけじゃないけど新人の子を大切にね育ててあげないと、やっぱり長い目で見た時辛いのは自分たちですから、なり手がいなくなっちゃってね、困っちゃうのは自分たちですよ。いつまで働くつもりですか。本当に本当にそうですよね。これ新人に3ヶ月目って書いてあります。何も知らない。3ヶ月目で何か分かるわけないじゃないですか。きっとがっかりしたでしょう。大丈夫だったね。大丈夫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 、絶対いいとこあるから。次行きましょう。次行きましょう。出産後の入院中に血圧測っていた看護師に数値を聞くと「秘密」と言われ教えてもらえなかった。そんなこともあるのですね。ない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 。何の秘密。腹立つなこれ。これ腹立つな。なんで秘密にした？これ何の気なしに多分聞いたのかもしれないけど、血圧いくつですか？秘密。やだな。ムカつくなこれ。ムカつくな。これだって普通にね教えてくれないってなんか問題がありますよね。自分のバイタルに。知りたいのに教えてくれないってシンプルに困るし、困るだろうね。魔が差したんだろうな。どういうなんかボケたくなっちゃったのかな急に。結局最後まで教えてくれなかったのかなでしょうかね。これはね、その感じだとそうだね。そんなこともあるのですね。ないです。ないんだよ。大丈夫です。ないです。そんな人はいませんとは言い切れないね。いるんだ。まあほとんどいないと思います。珍しいわ。面白い経験しましたねこれは。まあ患者さん側もいろいろあるだろうね。患者さんも看護師に対して思うことがきっとねあるでしょうから、バイタルはちゃんと教えてあげましょう。はい、では次。帝王切開の術後に痛み止めをくださいとお願いしたら、ただでさえ寝てるだけで楽して産んだのに、そんなんでこれから子育てできるのって看護師さんに言われた時は悔しくて泣きました。そんなこと言う看護師いるのかね本当にって思っちゃうよね。嘘じゃない？嘘だと思いたいよ本当にさすがにこれだって帝王切開が寝てるだけで楽して産んだって思う看護師がいたら怖いね。腹めちゃくちゃ切りますよ帝王切開なんて。何を学んできたんだろうねって思っちゃうよね、そういうのって、患者のさ辛いところにこう傾聴してさ寄り添うのが看護だってこう何年もかけてさ、学んできていろんなね辛い実習とか乗り越えてきたはずなのに、結果これになっちゃうわけですからね。ちょっとわけわからないよね。これは看護教育の失敗作と言わざるを得ない。追えないなあ、そんなことを平気で言っちゃう人っていうのはですね。看護教育の失敗作もとい看護業界が生んでしまったモンスターなのかもしれない。アンビリバボー。次に参りましょうか。おむつ交換後に患者さんに「ありがとうございました」と感謝を伝えたら、変えてやってるのに「ありがとうございました」っておかしいでしょと大声で怒鳴られた。一生忘れません。看護師もケアスタッフも患者さんに感謝を伝えてますよ。これは看護師同士でやってて、自分が言ったら先輩とかに言われたってことだよね。そんなこと言うてる？いや本当これもこれだってね、なんか大体言うよね。終わりましたよ、ありがとうございましたってなんか言うよね。それをわざわざさ、もうそれおかしいでしょ、ありがとうじゃないでしょって歪んでるよ。そんなこと言わなくていいのに、思ったとしても。本当に、まああと一つ、一生忘れないっていうのをやめましょう。こんなことは一生覚えておくことじゃないので、すぐ忘れましょう。脳のメモリの無駄です。もったいないです、こんなことを覚えてるのは。すぐ忘れましょう。いやー、この人もまあだから看護業界が生んだモンスターなのかもしれない。アンビルはもう次2回目あんま受けない。手術のために入院した時、喘息持ちだったので普通の薬より弱めの痛み止めを処方されたのですが、術後に痛すぎて眠れなくて夜中にナースコールで呼んだら「あなた薬飲んだの？痛みに弱すぎ！」とキレられて何もしてくれませんでした。痛いわ、怖いわ、悲しいわでとても長い夜でした。それは長い夜を超えてたんでしょうね。いやー大変でしたね。なんか痛みに弱いっていうの好きなやついるよね。いるね。まあ特に男性は弱いとかね。そうそう。まあ実際そうなのかもしれないけど、人間の人体の構造上というか、男性の方が痛みに弱いなんてことは言われてますけど、それをなんか声高に叫ぶ、やっぱ男だから弱いわとかね、いますね。で俺の方こう見てくるみたいなね、いいんでええわみたいな、こっちいいなっつって言いたくなるけど、まさにあったような、実際あったんだろうな、そういうことが。こっちみんななんかね、これ見よがしに言ってくるんです。言う人いるね。確かにそうなんだからしゃあないやみたいな。しかもましてやこれ患者さんでさ、痛みがねあるのに、手術した後かな。そうそうそう。そりゃだって痛いに決まってんじゃんね。痛いじゃん。民に弱すぎじゃないよ、うん、そこをなんとかしてあげようよ、うん、まあ実際なんか痛み止めとか使った後かもしれないからね、うん、その状況詳しくは分からないので何とも言えませんけども、もうちょっとなんか言うことが ね、うん、あるじゃない、もうちょっと寄り添ってあげようよと思っちゃいますよね、うん、だからこれも看護業界が生んだもういい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 もうハマっちゃってるから自分が言いたくなっちゃってるからもういいからもういいからもうウケないのにね。じゃあ次行きましょうか。パソコンをめっちゃガチガチ叩く人。シンプル、シンプルですね。ここに来てシンプルなのがいるんだよな、仕事やってる感じの人。ガチャ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 、壊れるでパソコンが。静かに仕事しましょうね。ものは大切にしましょう。耳障りですから。本当にキーボードとエレベーターのボタンは優しく押しましょう。そうですよ。気をつけてください。次は最後になります。新人の子が抗生剤を数十分投与遅れてしまい、先輩に感じ悪く指摘され叱られながらも涙ながらにすみませんって言ってる時に、お前もう言うわって言いながらバルーンから回収した尿を頭からかけてきた先輩看護師。新人の子もその後無言になってしまい、自分も当時は状況を理解できず数秒立ち尽くしてしまってました。こんなことありますか。これはやってますね。これやってんじゃないの。やってますね。これ衝撃的だったんで読ませていただきましたが、これね信じたくないですよ。これえって言ってかけたんでしょ。バルーンの尿をねかけたって書いてありますけど、やばいでしょこれ。だってね、傷害罪とかになりますからね。ムカつくとかじゃなくてもう事件ですよこれ。そうこれ事件ですよ。事件。バルーンから回収した尿ってなかなかね強烈ですよ。強烈ですよ。フレッシュな尿じゃないですからね。フレッシュな尿だったらいいってことじゃないですか。そういうことです。本当にそうだよ。どんな尿でもダメです。ダメですけれども、これだって看護師信じられない。まあでも。本当にでも自分らが予想できない看護師っていうのはいますからね。いるにはいるけど、いやちょっと信じたくないなこれは。もしこれが本当だとしたら本当に許せないですよね。こんなのは即刻市長に報告して、市長じゃない警視庁だ警視庁に被害届持ってくまあそうか、まあ、とんでもない看護師さんが世の中にはいるもんだということをね学ばせていただきましたね。はい、今回ねたくさんのエピソード募集させていただいて、まあ、全ては読み切れなかったですけども、もうねこの数少ない中ですら、もう僕らがねイライラしちゃいそうなぐらい溜まってますね。やっぱイライラするってことは身に覚えがあるというか、似たような経験をやっぱちょっとしてるっていう。あ僕らがねあ危ない危ない、急に僕がした方かと。えっ違う違う危ない危ない危ないそういうことじゃない。よかったよかった。あるんですか。ないですよないですよ、やめてください。だからまあ僕らもちょっと似たような経験をしてるっていうところで、こうね自分たちにもこう刺さっちゃってる部分があるんで、感情がやっぱ揺さぶられてしまいましたけれども、でもまあ一つ言えることはやっぱりこういうのを経験してるとこっちがおかしいんじゃないかっていう感情になりがちですけども、絶対やってる方がおかしいので、そうです。そこだけはブレずに、はい、そこだけはなんとか保って、それでなんか看護師辞めちゃうとかにはならないように、はい、してください。こんな業界ですけれども、まあ、というわけでね、今回数々のエピソードを紹介させていただきましたが、はい、浄化できましたでしょうか。はいどうですか。どうでしょうかね。こういうムカついたエピソードっていうのはどうしても心に残りがちというか、うん、結構恨みっていうのはね根に持ってしまうことが多いと思うんですけども、うん、そんなことをね覚えているよりももっといいことをね覚えて、うん、そういうムカついたエピソードっていうのはさっと忘れていただいて、気持ちのいいことだけを覚えていきましょう。そうです。無駄ですから覚えてる。はい。お前の今日絶対忘れねえから。めちゃくちゃ根に持ってる。宝石質問。めちゃくちゃ根に持ってる。忘れねえか。やめてください。やめてください。というわけで、今回コメントをしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今回全部は紹介できなかったですけれども、私どもの方でね、また全部読ませていただきますので、また今後僕たちの動画なんかを見てちょっとスッキリしていただければなと思います。はい。それでは今回夏目チャンネル。こんなひどいエピソード浄化してくれてありがとう、そう思った方、ぜひ動画の方で高評価と、今後もラスベンチャンネルの動画でイライラした気持ちを発散したい、そう思った方、チャンネル登録の方をして動画をお待ちください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。